こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。右往左往する韓国、進む先が見えない状況です。あなたは韓国にもF-35A ステルス戦闘機があるのをご存知でしょうか。長期密ばかりの機体を韓国が手にすると、今回韓国の F-35A について話していきます。中国が知ってるだけの情報を集めた機体かも。日本が購入する予定の F-35 ステルス戦闘機。実は、韓国もこの戦闘機を購入しています。もちろん、二国間で数の違いはあります。さて、ちょっと気になる情報が流れています。それが、F-35A ステルス戦闘機の価格なのですが、日本と韓国では差があるというのです。この状況をすかさずお隣中国メディアが報道しました。韓国の痛いところを的確に突いたようです。では、その内容を紹介していきましょう。2019年8月7日、韓国 YTN は日韓の戦闘機について次のような検証を発表しました。ちなみに YTN というのは韓国の首都ソウルに本部がある24時間放送のニュース専門チャンネルです。検証によると、日本と韓国はどちらもF-35 ステルス戦闘機を中心的な戦闘機としている。しかし、最近は日韓対立が悪化したり、ロシアの竹島領空侵犯、中国の尖閣沖侵犯などが発生したため、領有権問題があちこちで再燃してしまった。こういったこともあって、日韓の F-35 戦力比較が多くの関心を集めている状態になったというのです。ステルス戦闘機 F-35 はアメリカが開発した第5世代戦闘機であり、友好国だけに販売されている、いわば限定品です。この機体はステルス機能を搭載した最先端の超音速戦闘機ですが、空軍専用の F-22 ラプター戦闘機と比較すれば少し性能は劣るだろうという見方をされているようです。昨年初めから F-35 を実戦配備した日本は現在合計13機を購入済みです。一方、韓国は今年3月に2機購入、先月に2機購入したので合計で4機購入したことになります。今は4機ですが、年内20機購入し、来年2021年までには40機購入するらしいと言われています。日本には42機あります。今年5月に日米首脳会談がありましたが、その後の会見では、トランプ大統領は、日本は追加で105機購入すると断言しました。本当に日本の意思で購入するんでしょうか？ YTN の記事は、続けて F-35 の数を比べたら、韓国は負けているが、ある程度の数を持っても、逆に効率が悪い。主力戦闘機はいずれ変わるだろう。だから、
現段階で数の比較で戦力を測るのには無理があるという。文章も載せています。それだけではなく、価格に関するネタバレ記事もありました。日本は韓国より 30% 高値で F-35 を買っているというのです。というのは、日本は部分的に技術移転を受け、最終組み立て工場、整備場も国内に建設できる契約になっているのですが、韓国は技術移転がなく、出来上がったものをだけを購入するという契約の違いが原因とされています。確かに、自分で作るより完成したものを買う方が安いことは往々にしてありますよね。釈然としないことですが、さらに記事によると、韓国には日本のような総合整備権限はない。しかし、整備可能な範囲が大きくなる余地は十分ある。たとえ総合整備が必要になったとしても、韓国が日本の整備場を利用するかどうかについては、結論は出ていないとも伝えているようです。日本の F-35 には、イギリスやヨーロッパが共同開発し、世界最高とも言われる空対空ミサイル、メーティアが搭載可能です。ということは、いずれは日本とイギリスによる新型ミサイルの共同開発という可能性も考えられると噂されています。そういえば、メーティアはアニメ、ガンダム、SED に登場した架空の兵器の名前でもありましたね。主題歌を歌った西川隆教に同名の歌がありました。さて、韓国も導入している F-35 ですが、アメリカのミサイルのみが搭載できるソフトウェアを採択したといいます。ただ YTN の記事は、いつかはソフトウェアを変更して機体の拡張性を確保できる可能性がなくはないとも言っています。今年4月には日本のメディアがアメリカは F-35 の中核技術も提供する予定、新しい戦闘機を日本とアメリカが共同開発するという意味だろうと報じたようです。しかし、YTN はアメリカ側からの提案と言われているが、本当の事実関係は確認されてはいないと否定しました。つまり、アメリカからの提案ではなく、日本が頼んだのだろうと言いたかったようですね。それだけでなく、アメリカメディアが日本からの共同開発の提案をアメリカは拒絶と報じたことをわざわざ紹介もしているようです。これに反応したのが、韓国のネットユーザーたちは、ミーティアが世界最高？世界最高はアムラーム。日本はアメリカのアムラームを買いたかったのに、売ってくれないから仕方なくミーティアにした。でも、韓国にはアムラームがある。日本国内で組み立てた F-35A の1号機は墜落した。だから、韓国は完成品を買った。どうして、韓国は周りの国に比べると弱いのか。これだけの予算があったら、国産を開発してくれ。輸入品は、5年もすれば役立たずだ。早く防衛産業を開発してくれ。人材育成も忘れずに、などの声を
取り混ぜたコメントが寄せられているそうです。アムラームはアメリカのヒューズ社が開発した中距離空対空ミサイルです。中国メディアは2019年6月13日に韓国がアメリカから巨額で注文した F-35 戦闘機は詐欺行為ではないのかという怒りの声が多数噴出しているという記事を掲載しました。韓国がアメリカから購入した F-35A 戦闘機だが、今後3年間で40機を購入する契約を7兆ウォン、約6400億円で締結している。この金額は、他の国に比べて飛び抜けて高額なのだが、実はオプションがついているため、そのオプションというのが、アメリカから韓国に専用の通信衛星使用権を譲渡するというものだった。しかし、今日に至るまで通信衛星は引き渡しされていない。それどころか、気配すら感じられない。軍事通信衛星を求めるのは、世界的軍事衛星ネットワークに加わると、国防についても重要な要素になると思われるからだ。しかし韓国の期待に反して、アメリカは衛星ネットワークを引き渡すのをあからさまに嫌がっている。F-35 を購入する条件は、専用通信衛星の使用権譲渡と引き換えたはず。なのに、アメリカは、この約束を無視して、一家な果たそうとしない。これは、どう考えても詐欺だろうということでした。実は、F-35 を製造した、ロッキード・マーティン社は専用通信衛星の、使用権譲渡を拒絶したのです。パッと考えても、アメリカという国全体に関わることですから、そう簡単に他国に渡すことはできないと思われますよね。しかし、担当した韓国の国防交渉局は、気が流行ったのか、提案を了承されたと勘違いしたのか、この条項を韓国政府に提出する契約報告に載せてしまったのです。筆者の個人的な感じとしては、故意に公表して、韓国世論を動かし、アメリカに圧力をかけたいと考えたのではないかと推測しています。記事は、アメリカが、日本の F-35 生産ラインをサポートしている。それだけでなく、さらに技術サポートまでしてあげようという様子を見せているので、韓国人はかなり嫉妬しているようだ。それをなだめるのが軍事通信衛星の提供という飴玉だったのだが、それが嘘だったということが暴露されてしまった。韓国監査委員会は、この契約に関係した防衛局関係者3人に、政府に虚偽報告を行った責任による規律処分を要求している。内情を知らない。韓国のネットユーザーたちが、アメリカの詐欺だという怒りの声が上げていると伝えています。